ジェフン&キムテリ2023 SBS 演技大賞で大賞を受賞。新人賞は7人の手に、総合ヌーズ2023年12月30日17時7分写真イコール、ヌーズン DB ジェフン、キムテリが2023 SBS 演技大賞で大賞に輝いた。12月29日、ソウルアサウラ、マポ、九条岩洞、サンアムドン SBS プリズムタワーで、シンドンヨプ、キムユジョンの進行で、2023 SBS 演技大賞が開かれた。大賞候補には、副主題公認にもハンタクシーのイジェフン、悪鬼のキムテリ、ロマンドクターキムサブさんの、反則球、ファーストレスポンダーズ緊急出動チームのキムレウォンが上がった中、イジェフンとキムテリが共同で大賞を受賞した。大賞が共同受賞となったのは、2018年のロマンスは必然にのカムウソン&キムソナ以来、5年ぶりだ。最終回の視聴率が 21% を突破した、模範タクシー2と韓国型オカルトミステリーを描き、すべてのエピソードで 10% 台の高い視聴率を記録した悪鬼の人気に力づけられ、イ・ジェフン、キムテリの両者とも有力な大賞候補に挙げられたが、ハンソッキュとキムレウォンがこの日、受賞式に参加しなかったため、現場に参加した大賞候補の2人が共に受賞する状況になった。受賞の感想の順番を決めるために、二人がじゃんけんをする独特な光景も繰り広げられた。キムテリは、決して容易ではない作品だったが、いつにも増して幸せだったのは最後まで一緒に過ごした、すべての同僚のおかげだった。結果より過程が大切だった作品だった。それでも良い結果まで作ってくれた視聴者たちにも、感謝する。まだ学んでいる演技者だが、いつかは私が学んだこと、もらったことをすべて配ることができる演技者になりたい。その時までありがたく頑張りたいと感想を述べた。イ・ジェフンは悔しい被害者に代わって復讐をするという模範タクシーの主題を思い出し、シーズン2ができるだけでもとてもありがたくて光栄だった。実際に事件を経験した方々に慰めになることを願う気持ちで最善を尽くして演技した。足りない点が多かったが、幸い私にはとても良い監督、作家、同僚俳優、スタッフが一緒にいたので不足を満たしながら演技することができたとし、現場で寂しくて大変な瞬間が多かったが、私たちムジゲウンユの家族と一緒にすれば本当に幸せだったと感謝を伝えた。昨年に続き、今年も SBS は寛大だった。ペイバック金と権力の勘、輸送から国民死刑投票のクオンアルム、7人の脱出のキム、ドフン、悪鬼のヤンヘジ、ロマンドクターキムサブさんのイ、シニョン、ロマンドクターキムサブさんのイ本音、車輪のチョンスビンまで、なんと7人が新人賞を受賞し、青少年演技賞も、国民死刑投票のチェヒョンジン、ロマンドクターキムサブさんのハンジアン、悪鬼のパクソイ、アンチェフムの4人が名前を挙げた。写真イコール2023 SBS 演技大賞。放送画面キャプチャー2023 SBS 演技大賞はシーズン制、ドラマ、ミニシリーズメロ、ロマンチックコメディ、ミニシリーズジャンルアクション部門に分けて、受賞を行った。優秀演技賞ミニシリーズメロ、ロコ部門では、男性候補4人中3人が、コッソンビ、イケメンの死熱愛しに出演したカンフン、リョーム、チョンゴンジュであり、女性候補は、チン・イェウン、チョヘジュ、ファン・ボルムビョルトミナ、コッソンビ、イケメンの死熱愛しに出演した俳優だけが上がった。一方、イ・ソンギュンさんの秘宝の中で、授賞式は落ち着いて進行された。参加した俳優たちと関係者たちもほとんど黒い衣装を着ており、ホンギョンは胸に黒いリボンをつけて登場して、目を引いた。当初、
華麗なパフォーマンスを準備していたママムのファサは、披露曲を LMM に変えた。落ち着いた黒いドレスを着て登場した彼女は、LMM を熱唱し、切ない気持ちにさせた。イ・ソンギュンさんが主演を務めた、ペイバック金と権力チームは、個人を追放する時間を持つために全員授賞式に参加しなかった。2023 SBS 演技大賞受賞者、サクリスト、大賞、イ・ジェフン、模範タクシーに、キム・テリ、アクキ、最優秀演技賞シーズン制ドラマ、アン・ヒョソプ、イ・ソンギョン、ロマン・ドクター・キム・サブ3最優秀演技賞、ミニシリーズメロロコ、ソンガン、キム・ユジョン、マイ・デーモン最優秀演技賞、ミニシリーズジャンルアクション、パク・ソンウン、国民死刑投票、ムン・チェ・ウォン、ペイバック・カネ、権力？星ネットユーザーが選んだ2023最高の SBS ドラマ、模範タクシーに優秀演技賞シーズン制、ドラマ、シンジハ、ピョ、イエジン、模範タクシーに優秀演技賞、ミニシリーズメロロコ、リョン、シン・イェウン、コスソンビ熱愛し優秀演技賞、ミニシリーズジャンルアクション、イジュン、七人の脱出、ホンヨン、アクキ、イユビ、七人の脱出、ベストカップル賞、ソンガン、キム・ユジョン、マイ・デーモン、ベストパフォーマンス賞、チン・ソンギュ、アクキ今年のチーム、ドルダムズ、ロマン・ドクター・キム・サブ3助演賞シーズン制、ドラマ、ペユラム、チャン・ヒョクジン、模範タクシーに、ソン・ジユン、ファースト・レスポンダーズ緊急出動チーム、助演ミニシリーズメロロコ、チョン・スンウォン、ソ・ジョンヨン、シャリン、マイ・デーモン助演賞、ミニシリーズジャンルアクション、キム・オネ、アクキ・シン・スティナー賞、コ・サンホ、ピョン・ジュンヒ、模範タクシーに、ロマン・ドクター・キム・サブ三世少年演技賞、チェ・ヒョンジン、国民死刑投票、ハン・ジアン、ロマン・ドクター・キム・サブ三、パク・ソイ、アクキ、アン・チェ・フム、模範タクシーに新人演技賞、カン・ユソク、ペイバック・カネと、権力、クオン・アルム、国民死刑投票、キム・ドフン、七人の脱出、ヤン・ヘジ、アクキ、イ・シニョン、ロマン・ドクター・キム・サブ3、イ・ホンネ、ロマン・ドクター・キム・サブ3、チョン・スビン、シャリン元記事配信日時、2023年12月30日5時50分起。